男性は両足を噛まれてけがをし、上越市内の病院で手当てを受けています。警察によりますと、熊は体長1.3メートルほどで、男性を襲った後山の中へ逃げたということです。現場は上信越自動車道妙高サービスエリアの近くにある関山神社から西側に600メートルほどの山中で、警察はパトロールを強化するとともに、 現場付近の山に立ち入らないよう呼びかけています。県によりますと。熊による怪我人が出たのは今年度初めてで。今月二十一日までに熊の目撃情報などが九十一件寄せられています。冬眠を終えた熊の活動が活発化しているものとみられ。県は山菜採りなどで山に入る場合は。単独行動を避け。鈴やラジオなど。 音の鳴るものを持ち歩くよう呼びかけています。